特設の映画上映コーナーで平和に映画一つの花を上映します。一つだけちょうだいっていうのが由美子の好きに覚えた最初の言葉でした。戦争が激しくなって食べるものが不足し、小さかった由美子はいつもお腹を空かせていました。一つだけちょうだい、そういえば何でももらえると思っていたのです。戦争の現実と食糧難の時代を描いた作品、ぜひご覧ください。